第10章大阪夏の日さあ戦国の世に生きた者の形の熱き声我が心そうするべきよこの六門戦にたくさんようやく追いつきましてござる。まだ戦いは続くのだ。城は戦後したというか俺は来るべき時を待つふさわしいだけそれを迎えようと思う。信彦俺が本能に従って生きそして死ぬ人であるために私はそれを成し遂げてしまった。病気に添えず心気がかくかかる私は何が何でも恐れなくてやるさいあなたの状況は褒めすぎだ。
のまま。ちょっと俺様気づくなよ。言ったろ、どこまでも大将もついてきてさ。まあ、ちょっと仕事を終えてからゆっくり休めてや。見違えたぞ、サラダ。わしにはわかる。お前はとてつもなく重い何かを背負ってここまで来たのだな。徳川、これはピリピリのやつ背負う時にではおたらん。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しい岩の生まれはしない。新しい生まれた岩の蹴らさもない。古き時代への蹴られはわしが全て一体ネドへ持っていく。わたさぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬか、伝えてみよう。剣閣となる貴殿の片付き覚悟に応えて伝える。お前がわしに何を伝えようと言うんだ。ただ一つ、人の強気を信じる。人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ。人は弱く、はかなく、脆い。確かに、お前や信之、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに生まれる、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信之や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうでもさ、だ人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。切れると絆を使える者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さは発達した。なれば人は強くなればよろしかろう。信之は天守閣にいる。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。お待たせいたした、兄上。随分と待った。親父殿がお前を待てと言った故に待っていた。兄上は
はそれが一番にくれざる。お聞きください、兄上。真真正幸がこの雪村に託した兄上の言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう思われた。兄上は戦闘を行く者だ。道なきを切り開き、大地を苦しめ、皆が通ることのできる新しい道を作るものだと。親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道を挟んでなどいなかった。待って、続く者たちのか。俺は今、お前を見て。この信之、真田誠、雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく、道を大股で急がれ。何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄を燃やしたもそれに敗れた。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道中まで通り消え行く。それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。追いつくことのない後ろの姿を。だが俺の目に映るその姿を見たしか、己の恐怖が生み出した幻へと変わっていった。俺の体に、俺には誰の姿も、どのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。そうだ、俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人、景色を、そして心を。今の兄上ならば達成をする。それがその道々気を休めて参った、あまたの心、我が六王戦に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。視線者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、早急と連れて行ける。その足が踏み滑る道こそ誠なる真田の道。彼らの声は新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世二度と繰り返さぬために、雪村、お受け取りいただけますか、兄。
音声は真田を継ぐ者が持つべきもの、それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さてこれでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て雪村、俺は重さ痛みを知った。今の俺となれば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。そうですね。